天海祐希を愛してくださった皆さん、そして私を私らしく過ごさせてくださった皆さん、全ての皆さんに心から感謝しています。言葉にできない気持ちというのがもどかしいくらいです。やっぱり笑ってありがとうございました。元月組トップスター天海祐希、彼女は1995年12月26日月組ミー&マイガール東京公演千秋楽を最後に宝塚へ別れを告げました。1年目にして新人公演で初主演した作品ミー&マイガール、この時胸に刻まれたこのタイトルが8年後決して忘れられない新たな記憶として彼女の心に刻み込まれたのです。この間に彼女が風のように爽やかに、そして素顔のままに送った宝塚での生活を振り返るとともに、東京宝塚劇場でのさよならショーの模様をお送りいたします。宝塚スターの小部屋の放送開始以来、いろいろな表情を見せた天海祐希を振り返ります。違和感ないとか言われちゃった結構それショックだったんですけどね。あんたのせいやあんたのせいか東宝宝塚劇場であなたを待っています。ぜひお越しください。そうですもういやだったらねえ、やっぱり宝塚不滅だなと思いました。あ、きっとこれは自分が言いたいことだろうなとか、そういうことを思いながら、拍車かかりますからね、なんてね、邪馬台国が滅びるなんて、こうやってこの時代に滅びるんだなんて言って、みんなに崇め立ててもらうとか。壊れたものは壊れたものさ、僕はそれをつなぎ合わせるよりも。トップスターとして2作目、むしろ東京宝塚劇場ではトップスターお披露目公演となった風とともに去りぬからどうぞ。その壊れたところを眺めていたいんだ。レッド再演ってやっぱり怖いものありますよね。怖いものあるというか、あのいろんな方がおやりになって、もそれこそ名作中の名作ですし、映画の印象もものすごく強いでしょうし、それにこう真っ向から対抗したら絶対もう玉砕してしまうと思うのでとりあえず台本を読んだ上で自分がまず一番最初に感じた印象というものを大切にしようと思いまして、で自分を通した上でそのレッドバトラーの感情とかが表現できるようになれれば、それが一番ベストではないかと思いまして、それのみにこう突進しました。1977年の初演以来、観客動員数200万人という大ヒットを記録し、宝塚歌劇団創立80周年を記念して再演された大作風とともに去りぬ。これまでに数多くの宝塚スターが演じたレッドバトラーを天海祐希がその持ち前の大きな演技で公演し、大絶賛を浴びました。これを差し上げようと思いましてね。お稽古の途中からですね、もう後半に近くなってからまたいつものごとくパンとこうひらめくものがありまして、それによってまあ一筋の光を見つけ初日に挑んだわけですけれども、男性的である上に最もこう少年っぽい人なんじゃないかなとこうね思ったんですけれども、とか思いながらつけたんですけど、おい似合うじゃないとか思いながらねえ、またそうやってねあれをしていかないと、うん似合うじゃないとか思いながらつけていかないと、ね、恥ずかしくて思って立てませんからね。お稽古場でね、一回こうお化粧しないで喋りにくいからつけてみろって言われてつけたことがあるんですよ。
ね、違和感ないとか言われちゃった、ね、結構それショックだったんですけどね。愛を愛して愛、東京宝塚劇場でトップお披露目となった天海祐希さんにトップスターについて伺いました。大変ですね、やっぱりね。私はもう全然そんな、あ、もう大変よとかって思えないし、私なんかにも全然大変な方いっぱいいるし、もうそういう近くで見せていただいててね、いや大変なんだな、トップさん大変なんだなって思っていた以上ですね、私お二人のトップスターさんを見ていて、でも本当に何でもできる方たちで、でトップさんっていうのは何でもできるんだなってすごく思っていたんですよ。でいざこういう立場に自分がなってみて、あまりのね他人驚いちゃうんですけど、あもうね、でもだからといって今すぐに私が何をできるわけでもないし、だったらもがいてる姿もね全部見せてしまえ、なんだトップさんすごいと思うけど、でもこんなにもがいてるんじゃない、じゃあ自分たちももがいて当然だわって下級生の人たちが思ってくれたら、それでこう親近感を持ってほしいとかそういうんじゃなくて、何でもこうできるスーパーウーマンみたいな人たちだったんですよね。何が新しいと感じることはないんですけれども、私自身月組においてね、でみんな今まで頑張ってきてるし、私も含めてみんな今まで頑張ってきてるし、これからもきっと一生懸命頑張っていくと思います、きっとね面白いですよ月組は面白いですよ、だって面白いですよ月組は、見なきゃ損をすると思います、そういう組でありたいとも思いますし、宝塚はそういうところであってほしいというかありたいと私自身思いますけれども、一つの公演も欠かすことなくぜひ見に来ていただければと思っております。精一杯、月組前進したいと思っておりますどうぞよろしくお願いします。くれたエールの残響、そして宝塚オーレです。年を取ったせいだと思うぐらい、もういい加減慣れてもいいんじゃないかっていう感じなのに、毎回涙が出るっていうね、最後のあのこう老人をね抱きかかえてこう銀鏡を通って、なんか老人は愛を知ったんだ、あんたのせいや、あんたのせいなのか、かわいそうだなと思うんだよ泣いてるちゃんと、でもね、こうやって銃構えてるね、ゆりちゃんが私にこう何歳だっただろうみたいな感じで笑いかけるわけ、うん、だからそんなことはやめない、うん、すいませんとか謝っちゃう、悪いんちゃうごめんなさいその微笑みとか思って、やめようっていうか、
込んでいく、うん、弱いよ、弱いでしょ、弱い、笑うのやめなさい笑うでしょ、自然にいて楽しいですね、うん、よくもこう朝から晩までいて飽きずに話題があるもの、永遠だ夜まで一緒ってこと多いの、ほっとしますよ。何を喋ってるわけでも、うん、全然ないの。光ってることやってんだよね。うん、そう。でもなんか大爆笑が必ずあるんで、一緒に出かけるとね。うん。来ますよ。来ますよ。来ますよってか。そりゃよかった。面白いね。老後も一緒に住んでたら昔いやだってかよくわかりました、よくわかりました、あなたの気持ちはだって、うん、きっとおばあちゃんになってもいいと思うな、当たり前だね、ちょっと縮むんじゃない、でも、うん、おばあちゃんになってよ、うちのおばあちゃん身長172もあるんだとか、かなりすごいな、お前の家のおばあちゃんみたいなね、ということでですね、組長さん、あ、ごめんなさい、あキャッツされたらどうするの、ちゃんと紹介したら、さっきもやったの、のんちゃんやったの、やったの、真山春です、もう一度追ってください、もう一度、もう一度いいよ、何もで、はい、皆さん、今昭和ですね、あのさ、ルンバってさ、あ、ごめんもう元気だよね、残暑があんなに美しく輝いて、太陽が沈んでもなお空を染め上げる残暑のように、君はいつまでも私の心に美しく輝き続けるだろう、あの残暑のように、安らぎの場所を探しに行く、心からの微笑み、お披露目してから1年ちょっと経ちますけれども、経っちゃったんですね、いかがですか、あのつかみどころがなさそうでありそうな国、なんか常にバラバラではないんだけど、こう潤滑してるっていうんですか、自由なんだけどどっかでこうまとまってるというか、こう束ねられてるって感じがしたり、両極端な面が多い、うん、両極端なっていうか自由奔放であり、でも律儀であり、守り、規則は守り、真面目なところ真面目で、うん、そうで抜けるところは抜くし、でどん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 なんか下級生の子もどん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 個性が出てきて、うん、すごく面白くなって、でも80周年とかいろんなイベントがあってのまた月組の中っていうのも、また下級生に至るまでなんか認識できて面白かったですね、運動会とかでもなんかこんな個性があるのかとか思って、そうそうそう、いつもおとなしい子も悔しいって泣いてたりとかね、でなんか縫い物をしたら必死になってやってきてたりとかね、なんかあの運動会もとっても本当に良かったね、うん、なんかみんなで一言ずつ、実は宴会をしたんですけどね、運動会が終わってからその時にあれだけ全員が一人ずつが発言したの初めて、ね、初めてだと思う、マイクを持って一人一人がこういうことが楽しかった、こういうことが悔しかったのね、いろいろ言ってなんかもう拍手しちゃったりなんかして、すごく楽しかった、まあこのまま伸び伸びと、ね、いつまでも変わることなく月組らしくあえたらいいなと思いますけどね、
1995年の年末年始に行われたドラマシティ公演ル・ミストラル。この公演は2番手スター久世聖華とダブルキャストで主役を演じ話題となりました。戦える日が楽しみだ。